だか無性にそばが食べたいな。そばに恋してぶらぶらと、金沢市桜町、住宅街にさりげなく佇むおそば屋さん、この花。そば粉は石臼で手引き、丁寧な仕事にこだわっています。洗い切れて香りがするように、香りが少しでも出るようにして、そばでは本当に不思議なもんや。こんな厄介なやつないな、こんなやればやるほど奥が深いなんて思ってないな。こうして打ち上がった十割そばは、ちょっと変わったつゆでいただきます。そう、くるみ。すり鉢で返しと合わせて、香ばしくてまろやかな味わい、くるみそばです。あったかい筋肉そばもいいですね。独創的なそばで客を魅了する店主ですが、今そばを打てることが奇跡とも言えるんです。脳梗塞で再起不能言われて、再起不能、立ち上がれん言われて、もう一回何が何でも立ってやろうと思って、立ち上がってやろうと思って、自分を自信を奮い立たせ、綿棒を転がしてそばを打ったんだ。リハビリになればと彫った仏像。負け方までやったんからな、彫刻刀で。とにかくできること、手を動かすことができたら、何でもよかったからやりたかった。わしの姿見てかって、誰が脳梗塞になった人なんかでも、もしあいつができるならわしもできるから、やってやろうという、よく思ってくれる人が一人でも二人でもおればいいなと思って、テレビにも出させてもらうんやけど、立ち上がってくれる人がおってね、そしたらやっぱり生きとる甲斐があると思う。そばが打てるまでに回復した店主、得意とするのがこちらを使ったそば。幻のそばとも言われる奥地そばです。山菜の一種である小山牧地の繊維を乾燥して取り出し、そばのつなぎに使います。つやが出るし、ほんで、あと伸びんからな、喉越しもいいと思いますけどな。この花、他では食べられないそばの味と店主の情熱に、お腹も心も満たされます。